どうも、タケタロックチャンネルです。今回はですね、もう今のイントロ聞いてまだわかるようにですね、イデオンです。はい、伝説巨人イデオン。この作品はですね、1980年に、ガンダムが終わりました。で、まあ、ガンダムってめっちゃ、まあ、有名なんですけども、視聴率悪かったんで打ち切りやったんですよね。でも、この後に、まあ、サンライズと、まあ、ガンダムを作った総監督もですね、富野由悠季はですね、まあ、新しいアニメを、まあ、やることになったんですよね。で、まあ、おもちゃ会社のメインスポンサーがですね、クローバーっていう会社でして、まあ、要は当時の、フォークールであるようなアニメーションっていうのは、基本的におもちゃ会社がですね、まずスポンサーにつくことになってるんですよ。まあ、ちょっとロジック閉じるんですけども、まあ、つまり、富野さんですね、まあ、おもちゃを売るために、まあ、アニメを、作らなあかんっていうのが、まず前提にはあるんですよね、まず。まあ、ところがですね、メカニックデザインをですね、まあ、サイボーグ009、まあ、これ高橋良介、監督がやってたんですけども、担当してたメカニックデザインが、まあ、サブマリンってところに、まあ、主役メカを丸投げしたら、まあ、例のイデオンのこの、なんか、第六文明人の遺跡とか言ってるんですけど、という、まあまあ、めちゃくちゃなんかこう、まあ、あんましかっこよくないデザインが上がってきたんですよね。で、それ見た瞬間に、監督がいきなり、これは第六文明人の遺産だとかなんか遺跡だとかなんか言い出して、まあもうそうするしかもう、ないっていうぐらいの状態からまず始まったんですよね。これもめっちゃ笑える話でしょ。まあもうこれ笑ったらあかんのですけども、すごい努力しますよ、演出で。で、まあ音楽はですね、今聞いてもらった通り、杉山浩一がですね、担当しまして、杉山浩一言うたら、まあそうですね、当時、これサイボーグ009も杉山浩一だったかな。あ、ですね、ま、高橋監督とかのサブマリンのつながりってまんま、これサイボーグ009の第2期アニメのつながりです。で、杉山浩一はこの後にですね、まあ、ドラゴンクエストの音楽を担当することで有名になるんですけど、もうイデオンの音楽もすごいですよ。で、今のね、弦が飛ぶっていう曲なんですけども、もうね、戦闘シーンにめっちゃかけられてて、まあ僕もうろ覚えなんで、まあキーとか適当に弾いたんですけど、頭の中残るんですよね、この戦闘シーンの音楽。はい。まあそれがちょっと、まあ壮大な感じです。で、ね、なんでこれがガンダムの富野由悠季の最高傑作ってみんな言うかと言ったんですね。もうね、話が圧倒的にスケールでかいんですよ。どういうことかというと、もうガンダムなんてね、まあ所詮、地球圏の話なんですよね。まあ、ガンダム好きなんですけど、こんななんかディスるような発言したらですね、めちゃお前、なんだガンダム好きなくせして、ガンダムディスってんじゃねえよとか言われるんですけども、そういうことじゃなくて、話の規模の大きさなんですよ。で、まあ、せいぜいガンダムって、まあ、ラグランジュポイントっていう、地球圏とです。地球圏といって、まあ、月と地球の引力の間にある接触ポイントと重力のポイントに、まあ、スペースコロニーが点在してて、そのスペースコロニーと地球の構想の話なんですよ。ところが、まあ、イデオンは、もう最初からもうなんか、ヤマトみたいに、ワープしちゃうんですよね。ということは、まあ、違う、銀河に行ったりとか、まあ、銀河内なんですけど、違う惑星系に行って、まあ、それこそ、何百万光年離れたところまで行っちゃって、まあ、移民してるっていう話なんですよ、そもそも。で、まあ、主人公たちは、その地球から、移民した連中なんですよね。で、まあ、新しいフロンティアを求めて外宇宙に旅立ったと。で、まあ、そこに、ソロ星っていうのがありまして、だからね、そのソロ星に、まあ、イデオンとかね、イデの力という無限の力を持つ、まあ、メカが、埋まってたんですよ。それが地球人が接触して6個目の文明圏、すなわち、6回文明と接触したと、外宇宙の。そのうちの6個目なんで第6文明人って話なんですよ。で、その第6文明人が、まあ、作った、メカなんで、第6文明人の、遺産っていう風な表現がされてます。まずこの段階でめっちゃややこしいっすね。はい。誰が作ったかと言ったら、まあ、基本的にこの第六文明人とかいう奴らが作りました。ど迷惑なことに、もう、なんつうんすか、
もうあの核以上の力を持つものをあの埋めたまま放置されてたんですよね。もうそれこそあのまあほんまにあの宇宙規模の話なんで、あのこのイデオンのですね、その第六文明人たちが一体いつこのイデオンを作って埋めたのかいうこともはっきりしないんですよね。で、まああのまあ、考古学者のあのホルモッサー・シェリルっていうあのちょっとあのヒステリックなお姉ちゃんいてるんですけども、この人がねまたね秀逸なんですよね。まあそのソロセに移民した中にまああのそういう女の人がいてるんですけども、あの主人公ってこのアフロヘアのあのコスモ言うてね、もうまさにアフロなあの頭したやつなんですけど、でまああのこいつがですね、まあ一応主人公なんですけども、まあ、はっきり言って、あの、キャラの濃さで言ったら、このシェリルって、ホルモッサ・シェリルです。ホルモッサ・シェリルが一番ですね。もうとにかくヒステリックな人なんですけど、まあ、考古学者としては有名です。で、まあ、イデアの力の解析みたいなのとかしてるんですけども、まあ、ぶっちゃけ言うたら、まあ、謎のエネルギーで動いてると。で、そんなもんなんで使ってんねんっていう話なんですけど、まあ、たまたまその、まあ、ソロセに移民した連中がですね、まあ、あの、ソロセってところに住もうとしたらですね、まあ、その、あのバッフクランっていうそのイデの、 あの力の伝説をあの知っている文明圏の連中がいてたわけですよ。で、まあ、あのイデの力っていうのがその無限力っていうことが、まあ、その伝承として残ってるんですよね、そのバッフクランには。でそのバッフクランもまあ見た感じも地球人とそっくりなんですよね、まあ、左利きが多いとか、まあ、目の光彩がちょっと違うとか、まあ、あの目の色とか髪の色が青っぽいっていう違いはあるにせよ、まああのちゃんと思考とか言語とか形、姿、形とかもまんまあの地球人にそっくりなんですよ。ここがまあ肝になってくるんですけども。で、つまり、まああの、これが一応地球人が第7番目に接触したってことになるんでしょうね。まあ違う、全く違うあの異星人とあの接触してしまったと。で、たまたまあの創作していたのがその遺伝の力を創作していたと。で、そこにですね、まあ、軍を統括している、ドバって人がいてるんですよ、ドバ総司令って。その娘の、その娘がですね、まあ、たまたま、その捜索船に乗り込んでたんですよね。で、まあ、その人がですね、まあ、なんか地上に降りて、なんか地球人みたいとかわがまま言い出して、で、まあ、勝手に降りてですね、その人を助けようとして、まあ、軍隊が勝手に、バフクランの軍がですね、まあそれを救出しようとして、まあその異星人と結局、まあつまり地球側と戦闘に入っちゃったんですよね。で、まあ戦争になってしまうんですよ。まあぶっちゃけ言うたらそういうこともあって。ほんならたまたまその、まあ遺跡を発掘したのが地球人側で、で、まあ子供が乗り込んだら、まあ動き出すんですよ、その遺跡が。で、まあその遺跡の3体の遺跡が合体したのが、まあ巨大ロボットになってイデオンってなるんですけども、まあ、これが基本的にあの主役メカなんですよね。まあ、さっき言ってたあのデザインがなんかあのひどいとか言ってたんですけど。でも、あれ演出見たらすっごいかっこよく見えるんですよね。これがまあ、富のマジックですかね。はい。まあすごいかっこいい、演出です。で、まあ要はその無限力を持ったそのイデオンと、まあその母艦であるソロシップ。を、まあ、地球人側が運用するようになるんですよね。そのコスモ君とか、まあ、カーシャとか中心に。はい。で、まあ、B メカって言って、A メカと B メカ、頭の部分が A メカ、頭と腕の部分が、足の部分が C メカ、胴体 B メカなんですけど、まあ、B メカのパイロットコロコロ変わるんですけどね。で、初代 B メカパイロットはそのジョーダン・ベスが、ソロシップの艦長になるんで、その後釜として、モエラという人が入ります。まあ、B メカのパイロットがこの後もバカバカ、死んでいくんで、B メカ魔のパイロットとかいう、魔のコックピットとか言われてるんですけど、まあ、もうこの段階でちょっとモエラの運命決まってるんで、ね、まあ、そういう風な、まあ、めちゃめちゃことシビアな話なんですよ。でね、まあ、これなんでガンダム作った後にこんなん作ったやろなってみんなよく言うんですけども、これね、富野由悠季という人はね、ゼータガンダム作るまでに、まあ、5年間、違う作品を作り続けます。1980年にイデオン、1981年に、ザブングル、1982年に、ダンバイ。
というふうな流れでしたっけね。1983年だから84年にエルガイムで85年に、ゼータガンダムになるんですよね。だからまあそれまでにいろんな話を作って、まあガンダムを超えようとするんですよね。でまあ商業的成功こそ収められなかったものの、話の規模といいね、話の業の深さといいね、イデオンがね、僕ね、ガンダム超えてるなって思う部分があるんですよ。まあつまりフォロワー的にはガンダムの方が多いんですけども、まあ、話の規模とか、特にその発動編っていう最終回の映画版なんですけども、こちらを見たらですね、まあ、イデオンがなんで最高傑作なのかと言われているゆえんがわかると思います。まあぶっちゃけ言うとこれ知らんと富野周期語んなよって言いたいんですけども、まあそんなん言うたらもう残没3とかね、大胆3とかも見ろよみたいな話になるんですけども、まあその前に言ったライディーンとかですよね。富野監督といったらですね、もともと虫プロ出身の人で、最初は鉄腕アトムの後期シリーズの方を担当されてました。で、もともと虫プロ入った人なんですよね。だから手塚治虫の、まあ、弟子の一人なんですよ。でただね、富野監督ってぶっちゃけアニメの監督やりたくなかったみたいなんですよ。本当はその映画撮りたかった人で、めちゃ映画志向で、さらに言うと、まあ、ちょっと、アニメーションよりも、そういう実写やりたいっていう人だったんですよね。だからとにかく映画が撮りたい。ほんで、まあ、いろいろ、模索してた結果、まあ、アニメの、まあ、絵コンテ切ったりとか、まあ、虫プロ出たきっかけはその海のトリトンだと思うんですけども、まあ、その後に、まあ、いろいろこう絵コンテ切って、明日のジョーの脚本とかもやったり、してましたよね。そういや一応ね、脚本で入ってるやつが結構あるんですよね。いろいろ見てみたらいろんなところにね名前出てるんで、そういうこともされてました。でまあサンライズにですね、日本サンライズという会社がね立ち上がってですね、まあまあ要は勇者ライディーンだったかな、そのサンライズが立ち上がる前だっけ、勇者ライディーンの監督をやってて、前期シリーズの。その後ちょっと長浜さんとこうバトンタッチしてから、ザンボット3を始めるんですけども、それがサンライズのオリジナルアニメの、まあ、第1弾だったんですよね。まあ、これがまたすごい出来でね。で、その後で大胆3作ってからガンダムっていう流れになります。まあ伝説巨人イデオンはそのガンダム作った後にイケイケ状態のサンライズが作ってるんで、もうとにかくすごいんですよね。でどういう戦いかといったら、まあ、とにかく戦艦の3分の1ぐらいの大きさのある、まあ、重機動メカと同じサイズのイデオンが、まあまあ、グレインキャノンぶっ放したりミサイルぶっ放したりしながら格闘するんですよ。戦い方としては。でまあ、イデが発動するとイデの力を持った武器が使用できます。それはもうイデ次第で、まあ、イデっていうのは本当に意識があるんですよね。意志があるんです。でそのイデがイデが権限するともう宇宙規模の武器が使えるんですよね。つまりイデオンガンとかいうまあ、言うてみたら無重力のですね、無重力ブラックホールの嵐をですね発生させるような武器があって、もう一撃撃っただけで敵の艦隊が消滅するんですよ。それでさらに言うとイデオンソード、腕の部分についている発信装置から出る光の刃ですね。これはですね惑星を一刀両断するぐらいの威力があります。まあ、つまりイデが発動したらもう艦隊規模でバフクランの艦隊だろうが何だろうが攻めできても手がつけられないんですよね。まあ、ただその発動のポイントっていうのがなかなかあって、まあ、常に発動してるわけじゃないんですよ。だからつまりノーマルエンジンが動いてる状態でそのグレインキャノンとかミサイルを放したりとかいう戦い方と、その艦隊規模とやり合うときにイデが発動するとき のタイミングとか合間があるんですよね。そこを巧妙に狙って、まあ、バフクランが攻めてきたりとかするんですけども、まあ、それをそのソロシップのクルーが交わしていくという構図になっていきます。まあ、だからはっきり言うとこの戦い方の規模がもう想像を絶する規模なんですよ。
つまりあのガンダムなんか、あの所詮言うてみたらの極地戦に見えちゃうんですよね。あのまあもちろんね、あのジオンと連邦がこう大規模的にやり合ってる時、まあ、例えばあのアッバーワクーとか、まあ、ソロモンとかアッバーワクーとかジャブローとかですよね。あの辺なんか見てたら、まあ、それは大規模な戦闘なんですけども、それがあの巨大な戦争の中の一部であるという表現なんですけども、イデオンはもうそれ自体がもう中心の戦いで、さらに宇宙規模の、あの話になってくるんですよ。だからそこの壮大さの部分があの全然違うかなっていうのがあります。まあ、あのそういうわけでですね、あのこの作品の何がすごいのかっていうのはもう一つポイントがありまして、まあはっきり言うとこのドバ総司令イコール富野義行なんですよね。あの当時あの富野義行はあの、まあ、あのご結婚されてて、あの娘さんがおられたらしいんですよ。であのその娘さん今ちょっとあの不律転死されてるんでしたっけ、あのされてまして、あの富野さん娘さんなんですけど、もし自分が父親の立場で、まあ、あの子供があの子供と の相国があった場合はどうなるかっていうことを、まあ、シュミレートしたらしいんですよ。だからドバ総司令って多分ね、あの富野さんの分身的な位置だと思うんですよね。でまああのハルルとあのカララアジバっていう、あのハルルアジバと カララアジバ、ドバアジバ、まあアジバ製の人ですねが基本的に出るんですけど、まあお姉ちゃんの方はまああのバフクランって基本的に侍とかいう、まああの武面の家系なんですよね。武面のあのなんていうんですか、武面一辺倒の文化なんですよね。であのまあドバ総司令っていうのはその宇宙軍を統合してる人なんですけども、あのその後ろに政治的、まあ、あの対決してあるズオタイテっていう人がいてて、まあ、その一応あの武力を統括してるのがドバあの総司令です。であの階級制度なんですよ絶対的な。だからそのカララアジバがその異星人に興味を持って、あの創世に勝手に降り立ってですね、それを救出するために戦いに行ったっていうのは完全にこれ巻き込まれちゃってるんですよね。だからね、あまりにもちょっとバフクランの将兵もかわいそうでね、これなんでこんなことしちゃったんかなって思うんですよね。もっと慎重になれよお前らと。でよりにもよってそのイデオンを発掘してるタイミングと被るなんてもう最悪のタイミングでしょ。まあこれはあのイデが、まあ後に仕組んで二つの文明をあの引き合わせてどういう反応するのかっていうのを見ようとしたっていうのも働いてたのかもしれないということらしいんですけども、まあ、つまりこのイデっていうのは、まあ、あの意識を持ってるんですよ。つまりあのこのイデオンの無限の力っていうのは、あの意思を持った生命体の思考を吸い込むことによって、あの、まあ、そのイデが存続してると。でも、まあ、ギリシャ哲学でいうところのイデアですよね。あの、まあ、それこそあのプラトンが提唱したね、あの真の美とかね、いうイデアをもじってて、実際イデオンのイデオンって全部ギリシャ文字なんですよ。あのゲージが出てきてそこには映し出される文字があるんですけど、あのイデオンのマークってあるそれがあのギリシャ文字が全部重なったマークなので、ちょっと哲学的な意味もあります。つまりこれ子供向けアニメに、まあ、哲学要素詰め込んでる段階で誰かわかんねんこんなもんっていう話なんですけども、これちょっとすごすぎですよね。ありえないよね今考えると。で、まあ、あのヤマトガンダムって来た後にどういう流れを作ろうかとしたら、やっぱあの哲学的な話をちょっと含めようとしたんだと思うんですよ。つまりあの単なるそのロボットアニメじゃなくて、あのまあそういうあの哲学的なあの観点を持った、もっと宇宙規模的な観点を持ったあの話を書きたかったんだと思うんですね、富野監督は。でさっき言った通り、あの富野さんっていう人はあの作家性がすごい強い人で、まあ、映画監督になりたかった人だと思うんですよ。もしくは映画の脚本家とか、なんで、まあ、脚本とか、まあ、そういうのすごく大事にされるんですよ。でぶっちゃけあの小説、あのガンダムの小説書いたりとか、あのイデオンも小説版があったりとか、まあ、ライフワークであるあのバイストンウェルのストーリーに関してはリンの翼とかオーラバタラ戦記とか書かれてる通り、
小説家としても結構な数書かれてるんですよ。で、まあ富野由悠季監督自体が、まあ、そういうものを持ってたがゆえに、まあ、イデオンっていうのはかなり巨大な話になってしまいました。でね、当時はね、まあ、多分ついてこられへんかったと思いますよ。青い炎の中でですね、炎を燃ゆる、まあ、島本和彦がですね、分身なんですけど、彼がイデオンを商店街のおばちゃんに説明してくれやって言われた時に、はっきり言って何かわからんとか言い出してるんですけど、当然だと思いますね。当時のこましゃくれた大学生ですら、ちゃんと番組をその時間帯に連続で見れてなかったら内容が理解できないぐらい複雑なんですよ。簡単に言ったらバフクランと地球が、まあ、無限の力を持ったメカを争って戦争してるってことなんですけども、それだけじゃないんですよね。つまりドア総司令の娘であるハルル・アジバっていう人が、まあ、男でなかったがゆえに、まあ、自分が男勝りに生きなきゃいけないっていうギスギス感があり、でハルル・アジバという妹の方はですね、まあ、その異星人であるジョーダン・ベスと恋に落ちまして、で、まあ、ソロシップの方に加担しちゃうっていうことがあって、まあ、だからドバ総司令もこんなはずじゃなかった人なんですよ。つまり権力は持ってるんだけど、娘二人は思ったように動いてくれない。まあ、そもそもハルルが一番かわいそうでして、まあ、期待しているのはその着難としての、まあ、そういう動きなんですけども、でもその着難つっても着難になれないんですよ。まあ、一応指揮を取ったりとかいろいろするんですけど、やっぱり女の人なんで、まあ、いろいろ失敗とかやらかしたりとかね、まあ、相手がまあ、イデの力を持った機体とかなんで、もうこの段階でも無理ゲーなんですけども、ぶっちゃけ言うたら、まあ、いろいろやらかしちゃうと。まあ、だからそういう意味合いにおいて、まあ、イデオンっていう作品は父と娘っていうのが一つのテーマになってます。で、さらに言うと、その異星人同士のその接触っていうのはどういうことか。まあ、例えばそのベスとそのカララアジバの間にも、まあ、そこに行き着くまでにいろいろ紆余曲折があるわけですよ。例えばそのバフクランに父母を殺されたり、殺されたそのパンダロッタっていう少女がですね、そのカララを狙ったりとかね、そういうことがあったりとかしたり、また地球内部でもそのバフクランと接触したソロシップのクルーに対していろいろひどいことをするわけですよ。まあ、本当にね、まあ、この辺の話はもう見てもらったらどんだけああなるほどなっていうことが結構あります。もう打つアニメなんで。まあ宇宙の逃亡者スペースランナーウェイなんか言ってますけどね。だから基本的にですね、この話も胸くそ悪い話が多いです。だからテーマ性があって登場人物の人間関係がすごい複雑なんですよね。はい、まあ意見の続きなんですけども、まあぶっちゃけ言ったこの話はですね、まあ連作なんで、まあその続きを見続けることが大事になってきます。でね、当時ね、ここにまあ自分のまあブログの方からですね、まあちょっと暗示っぽいもんですけども、まあ当時36チャンネルでやってたと。なんだそりゃって思うんですけども、僕もね、実はですね、リアルタイムで見れてないんですよね、これ。はっきしってこんなん無理やろっていうようなチャンネルでやってたので、東京12チャンネル。はい。現東京テレビで放送されてました。これ36ですらないや。東京12チャンネルでやってたみたいですね。はい。1980年5月からです。まあ、つまり、ちょっとローカルなところでやってたんで、どないなってんねん、これ、ほんまにね。いや、まあ、そういうこともありまして、まあ、36チャンネルで見たような気がするんですけども、まあ、多分、サンテレビやったんかな。まあ、その辺もちょっと覚えてないですね。まあ、とにかく、イデオンはですね、まあ、その後のですね、ザブングルとか、まあ、ダンバインみたいに6チャンネルでやってないんですよ。確か6チャンネルだと思うんですけど。で、その時はですね、それがどんなやり方のことか分かってなかったですね。はっきし言って。36って本当映り悪かったんで、
もう大阪で見るのは大変でしたね。これ、あの、炎を最寄りに言いたいのは、まあ、あの、島本和彦なんですけど、言いたいのはもう、しゃあないでんな。36見られへんって、こんな。はい。という感じです。まあ、あの、なので、まあ、今回はちょっとあの、前半部分ということで、まずあの、接触編とかまでの、まあ、あの、ちょっと触りをですね、やってみたんですけども、まあ、あの、医療に関しては結構ね、割と、言いたいことか、話したいことがいっぱいありまして、まあ、あの、なんでこれが最高傑作やねん的なことがよく言われるんですよね。まあ、つまりね、富野監督って、その後にいろいろ作るんですよ。まあ、ガンダムファンからしたら、まあ、ガンダム、初代ガンダムこそが最高傑作じゃないとかね。ガンダム、ゼータガンダム、逆襲のシャアですかね。まあ、あの、ダブルゼータはちょっと路線変更があったんで、やっぱりこの流れのこの逆シャアまで行くまでの、あれが一番良かったという人もいれば、まあ、人によっては単影ガンダム言うたりとか、まあ、いろいろあるんですよ、説が。諸説はいろいろあります。まあ、ダンバインは、まあ、最高傑作にはなれないけど、小説的にはね、オーラバトラー戦記なんかすごく良かったですね。はい。作家としての富野由悠季の話としてはですよ。で、まあ、つまり、人によってこの最高傑作を押す声はいろいろあるんですけども、でもね、ディープなファンがね、まあ、一致してるのは、やっぱ伝説巨人イデオンなんですよ。まあ、その辺をちょっとこれからまたやっていこうかなと思ってます。まあ、今回は、いろいろ言いましたけど、実は自分は、大の富野ファンです。はい。まあ、もちろんガンダムいろいろ好きなんで、まあ、いろいろ見てますよ。ダブルオーダーのなんだのいろいろ。はい。もちろん、そういう作品は全然否定しませんし、絶対宇宙世紀しか作んなとか言いませんし、まあ、そういう人なんで、コメント欄でいじめないでくださいね。というわけで、今回はこれぐらいにしておきます。この動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。